こちらでは何やら清掃活動を行う人たちが。実は8月8日は屋根の日でもあるんです。漢字の8が屋根の形に似ていることから、全日本瓦工事業連盟が2003年に制定。これを受け、普段見る機会が少なくなった瓦屋根を PR しようと、今日全日本瓦工事業連盟が全国で清掃ボランティアを行いました。このうち鳥取県では県内5つの事業所が参加。倉吉市のうつぶき公園内にある飛龍閣や公衆トイレの瓦屋根を点検し、瓦に異常がないかを確認したり、雨どいにたまったゴミを取り除いたりしました。割れてたんで交換しました。こういうのも点検ないと気づけない。ああですね、点検しないとちょっと分かんないんじゃないかなと思います。これ昔の瓦なんで、サイズの悪い古い瓦持ってきて差し替えたと思います。今日は豪雪などの自然災害で破損した瓦を修理するなど、瓦葺き職人ならではの技でおよそ2時間にわたり清掃活動が行われました。やっぱり観光地っていうと景観が美しいところっていうのに人がやっぱ集まると思いますので、この倉吉はまあその瓦文化を大事にしてもらってるんじゃないかなと思って、僕らもまあそれを守る側として大切にできたらと思います。高温多湿の日本の風土に合わせ、断熱性遮音性が高いという瓦屋根。鳥取県瓦工事業組合によりますと、大雪が降った後など定期的に点検することが長持ちの秘訣だということです。